はいどうもぷにゃです。今日は崩しの仕方を話しながら対戦していこうかなと思います。コメントで崩しの仕方がわからないって来てましたので、そういうことを話しながらランクもやったらちょっとは参考になるかなと思ったのでやることにしました。話しながら対戦するのが結構苦手で上手にできるかわかんないんですよね。でも精一杯やるんで、よろしかったら見てってください。はい、ということで対戦相手の方見つかりました。ディキンソンの方ですね。よろしくお願いします。アケコンをね、オブシディアンってやつからリアルアーケード、リアル違った、間違ったファイティングスティックアルファってやつでした、全然違ったっていうのに変えて、今ねずっとやってるんですけど、こっちに変えてからダッシュキャンセル漏れがねなくなったんですよね。めちゃくちゃありがたいです。結構苦しめられてたんですよね。やべ、禁煙重ねミスった。さあ、今回はね、崩しの話をね、なるべくしていきながら対戦していこうと思います。ただね、対戦しながら喋るの結構苦手なんで、無言の時間が増えちゃうかもしれないんですが、許してください。それぐらい集中してるということです。これは投げに行きます。で、このゲームの崩しの要っていうのは投げになります。今、相手、立ち系当たったと思うんですけど、多分、上入れてたんですよね。こうやって投げを見せることによって、今度は投げ潰し。上をジャンプをするか、バック捨てをするか、投げ抜けをするかみたいなことをしてくるんですけど、あ、あと暴れもか。っていう風にしてくるんですけど、結局それって投げが嫌だからやってることで、投げをね、見せないとこのゲームガンガード安定になってしまうので、投げを見せるっていうのはめちゃくちゃ大事なゲームです。投げしたり、金エスを重ねたり。このゲームの投げってね、だいたい80ぐらいかな。まあ、ソルとかにやると78でしたかね。確か。そんぐらいなんですけど、単体のダメージが。で、このゲームの体力が420で、それで78取れるって、だいぶ強いですよね。ちょっと今変な鉛が出ちゃったんですけど。だいぶ強いですよね。やべ、漏れた。ごめんなさい、ラッキー。投げる。うん、投げ抜けしましたね。投げ抜け読み。うん、暴れか。あ、やべ、どうしよう。爆せ。暴れか。今は、金エス食らったのは、まあおそらく飛ぼうとしたんですかね。ジャンプ以降に引っかかった感じですかね。このゲームね、ジャンプ以降フレームって言って、上をね、入力すると、4フレームかな？ジャンプ移行フレームっていうのがあって、その間のフレームってガードも何もできないんですよ。なので、投げると相手がジャンプするんですけど、そこに金エスが、その何もできない4フレームの間に金エスが当たるっていうのが、ジャンプ狩りっていう感じですね。で、下段だと、その、ジャンプするのに立ちモーション一回経由するので、下段だとその分、狩りやすくなるっていう感じですね。ラッキー。タッチモーション一回経由するので、その分何フレームかな？まあ1、2フレ？もっとかな？まあそれぐらい、飛びが狩りやすくなるっていうのがあります。下段の強みは。ただ、一番は金エスが、リターンがすごいです。投げて、投げないとね、本当に、ガンガード安定になってしまうので、投げるのはめっちゃ大事です。あー、上と下でガード、揺さぶられたな。回はね、特に、崩しがね、投げしかないので、まあ、ほとんどのキャラそうだと思うんですが、カイは、投げの読み合いに負けても、ごまかしがすごい強いキャラだなっていうのが、使ってて思いますね。それが、このキャラの強みですかね。で、ゲージあるときは、ためなし出すとも OK です。ただ、ゲージないときの崩しっていうのは投げになります。まあ、特に難しいこと考えずに、投げてみたら案外崩しが機能するっていうパターン多いと思いますんで、まあなんだろう、とりあえず意味わからなくていいので投げてください。最初は、あ、読まれてますね。これはバース打ちます。とりあえず投げるっていうのは大事ですね。ジャンディ読みです。これはベヒモスのね、ジャンディ見てから落とせないので、2杯とかね、ジャンエスを置き気味でやらないとダメなんですよね。美味しい、これは。はい、はい。さあ、いいダメージ。どうしようかな。リッパーをパナそうか。危ね。相手今、開幕タッチ系かな。
足を地面バターンってやったんですけど、あれはおそらく最速ディッパー読みですね。で、自分は今最速ディッパー読まれるかなと思ってちょっと遅らせてディッパーしました。今そういう読み合いが起こってたわけですね。まあ読まれやすいんでね、ディッパー強いから。強い分やっぱり読まれやすいっていうのはしょうがない場所ですね。ただ強いんで読まれてても関係ないのがディッパーですね。強いから。どうしたらいいんだこれ、やばい。ディキンソンの対策全然してないんだよな。なんかもう当たったら交通事故でいいやぐらいの感覚でやってて、いやもうこれ辛いな。あーこれね、ジャンディが本当に強い。これはしょうがないですね。まあ2敗置くか、飛び起きて相手が飛んだの見てからジャイアンスを振るかっていう感じになるんですかね、対策としてはね。で飛ぶとね、ベヒモスとか飛んでくるんで、そういう意味合いなのかな。お、ラッキーさあ、ぶっ放して、うーん強いな。ガンガー出します。これは爆射、うんダメか、爆射する。これは勝利拳、よしよしよし、はい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 。いやー、あーコンボ見せた、 2K だったかな。大丈夫、爆射読まれてた感ありますね正直。はい、飛び置き、飛び置いて潰します。投げる、うん投げ抜けする、えらい。 2K じゃない、 2P タイプ。あー差し返せないか、大丈夫、ガンガードしとけば OK。 はい飛び置いて、よしよしよし。今が、今のみたいなのがあれですね、ジャンディタイプ。あーダメだ、ちょっと今日カミカミです。いろいろ考えながら喋ってるんで、こうやって飛び置いたりするのがジャンディの対策ですね。さあダウン取って、次投げないです。投げしけやりました。投げしけっていうのは、まあ、ストリートファイター用語ですね多分。俺はストリートファイターで聞きました。投げを釣って相手の投げ抜けを潰すっていうのを投げしけって言いますね。結構投げしけって呼んでる方いるんじゃないですかね。どうなんだろう、でもギルティはもともとそういうのなかったですからね。ストライブからですからね。これは勝利拳、こんな感じで抜けれるんですよね。ただ今ロマキャンしないとダメでしたけど、まあでも基本的には昇竜拳するとね、サンダーバードが昇竜拳に当たってくれて攪拌安くなるっていうパターンが結構多いです。今抜けたんですけどあんまりないですね。本当にタイミングかみ合ったら抜けることができます。ということで、ちょっとね投げの話をしながら対戦できたので、今日はこんな感じになりました。ご視聴ありがとうございました。